皆さんこんにちは、胸のりチャンネルです。今日はね、剣道一家さんのオフ会に参加しています。まずはね、剣道さんの W126300SE になります。ホイールもね、渋いですし、このね、まず車種を選択したっていうところが、男前な H 台になってます。お次はね、小太郎さんの W205C200 になります。最近ね、 C63 のホイールをね、譲ってもらってはめてて、さらにね、かっこよくなってます。ここからは、オーナーさんね、名前わからない方もいるので割愛させていただきます。 CLS ですね、かっこいいです。この車種ね、私もお気に入りです。そして W213 のセダンですね。そして C63 になります。 W221 の、S500 ですかね。そして CLA45 ですね、信床さんになります。赤をね、使っててめっちゃレーシーになってます。この C63 ね、ホイールかっこいいの入ってました。これは CLS450 でしたね。そしてね、こちらはタンポポさんの W222S400 になります。そしてこちらもね、同じ222になります。そしてこちらが森本さんの S204 ですね。そしてね、オレンジのかっこいい、これ K 君の GTS になります。オーバーフェンダーがね、ついてて、ホイールもね、個性的でかっこよかったです。すごい色だねそしてお次はね、マスタングです。なかなかね、アメ車見ることないので、めっちゃね、迫力あるボディでした。そしてこちらね、シンさんの CLS になります。エアサスがついててね、ホイールもね、かっこいいの履いてました。そしてこちらね、マサさんの S213 の E53 になりますね。はい、そしてね、こちらは A45 の、緑をね、なんか貴重に使った特別使用車みたいです。こちらね、マセラッティは高弘さんのね、マセラッティになります。そしてね、こちらもね、 GT シルバーのボディがね、シンプルでかっこよかったです。そしてね、お隣はシュンさんのハリアーです。で、こちらはね、中田さんの C63S エディション1になりますね。この度ね、ホイールを新調したみたいです。 BG4 自動、めちゃめちゃこのクリアランスがやばいことになってます。はい、そしてね、こちらはね、 W211 の E クラスになりますね。カールソンのホイールもね、激渋でした。白とね、黒でまとまってて、渋い仕様になってました。グレードはね、 E350 ですね。4本出しマフラーもね、かっこいいです。そして GT とマセラッティですね、先ほどの。はい、 A45E53 ですね。これね、めちゃめちゃ私のお気に入りの CLS です。そして迫力のマスタングで、もっと迫力ある GT ですね。そしてね、この K 君の GT、めっちゃね、スモークテールとこのホイールで怪しさが満点でした。
そしてね、こちらはね、つよしさんの S63 です。で、てっしさんの、E250C207 のクーペですね。4本出しディフューザーと、最近ね、ホイールもオーダーしたみたいで、装着を楽しみにしてました。フロントね、スポイラーもつけたみたいです。そしてね、これさっきの剛さんの S63、 剣道さんの W216 になります。場所をね、移動して、景色のいいところに来ました。ここはね、しまなみ海道のあるね、橋が見える、橋の下になりますね。30台弱ね、いるので、運営の方がね、うまく先導してくれて、綺麗にね、並べてます。この日ね、めちゃくちゃ暑かったんですが、頑張ってくれてました。